本日は1年ぶりに日高ボーイズに潜入。新グランドも完成し、この日は新入生向けの体験会を開催しておりました。1年前同様、皆さんのかっこいい姿をぜひともご覧ください。どうぞ。はい、じゃあ皆さんすいません、今日は撮影で YouTuber の翔平さん、良平さんと、ビューポンチャンネルのヒロトです、あとは江頭さんも来ていただいて、ちょっと挨拶していただきたいと思います。ありがとうございます。どうぞ。どうも、翔平 TV です。そして良平です。ヒロトです。お願いしま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 す。皆さん笑顔で、そしてハキハキとそして日高ボーイズのいいところを前面に出して撮影させていただきたいと思います。はい、ちなみに野球の YouTube 見るよって人います？あー、なるほどね。コムドット好きな人？あ、OK 野球好き、コムドット好きらしい人。そうそうそう。向こう知ってる人？向こう知ってる？大井チャンネル。おー、ボナール翔平 TV 減りました今。どうですか、どうですか。皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと笑いが起きないかなと思って、笑い起きなかった。真面目で、これからこれからこれからです。これからです。ここにボールが、渡辺葵です。はい、今何年生ですか？中2です。はい、じゃあぜひ日高ボーイズのいいところを教えてください。みんなすっごく仲が良くて、はい、あれしたら高えぞ。その練習中とグラウンドの外でのメリハリすごいついてるのと、あとは、まあ、その12人と11人っていう少ない人数なんですけど、それでもこの前のボーイズの県大会ベスト8まで行って、少ない人数でも団結して勝てるチームなので、すごくいいチームだと思います。はい、佐竹壮太です。はい、今何年生ですか？今中学1年生です。1年生。日高ボーイズのいいところを教えてください。先輩が優しいのと、コーチや監督が細かいところまでしっかり教えてくれるところです。日高ボーイズに入ってよかったなと思うことありますか？入る前すごい太ってたんですけど、ちょっと痩せたっていうのと、引き締まったっていうのと、結構打てるようになったり走れるようになったりしたと思います。じゃあこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。1年ぶりの再会、お久しぶりです。はい、お名前を。岡村海人です。そう、同じ岡村なんで、ね、それでもね、すごいキャッチャーで一緒に練習してたから覚えてたんで。何年生です？中2です。ね、いつまか身長抜かされてるんだよね。成長期ってすごい。去年もう俺より小さかったよね。そうです。うわー、中学生ってすごいな、やっぱ。日高ボーイズのいいところとか。日高ボーイズはみんな仲が良くて、人数が少ないんですけど、大会でも初めてベスト8とか出場できたんで、そういうとこがいいと思います。はいはい。でもさ、今日23人いるんですよ。はい、23人ってボーイズだとまあ多いじゃない？多いかな、多いのかな、うん、で、しかも今日も体験の子も結構来てくれてるみたいなんで、まあ、今後ね、最初に見せなんだよ。はい、キャッチャーとしてチーム引っ張ってください。はい、ありがとうございました。じゃあまず名前を教えてください。2年清水健太です。日高ボーイズのいいところ教えてください。1年生は1年生の中に行って、2年生は2年生の中に行って、で、それに加えて、1年生と2年生のそのなんていうの、先輩みたいな壁もそこまできついわけでもなく、なんかいい人間関係っていうか、そういうのが出てできてると思います。日高ボーイズに入って、まあ、今2年生ということですけど、日高ボーイズ入ってよかったなって思うこと何かありますか？マシンもあったり設備が
充実しているのと、監督コーチが技術を細かいところまで教えてくれるところが一番のいいところかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあこれからも頑張ってください。はい、はい、じゃあまずお二人の名前を教えてください。西田幸です。はい、竹野千鶴です。はい、今何年生ですか？2年です。2年です。日高ボーイズのいいところを教えてください。みんな仲良くて団結力があってまとまってるチーム、先輩が優しくて、あとお父さんお母さんもこのグラウンド作りとかに貢献してくれて、すごい一緒になってやってる感じがします。おじゃあ日高ボーイズに入って今2年生ですけど、日高ボーイズに入って良かったなって思うこと何かありますか？雰囲気良くて声出しやすいとか練習しやすいってとこです。はい、みんなで団結して大会で勝ったりするのがすごい入って良かったなって思ったりします。はい、ありがとうございます。じゃあこれからも頑張ってください。ありがとうございました。そうお名前をお願いします。高橋咲也です。はい、じゃあお名前お願いします。中谷俊介です。はい、今2人は何年生ですか？2年生です。2年生、はい。じゃあ日高ボーイズのいいところを教えてください。日高ボーイズは先輩後輩関係なく仲が良くて、指導者が細かいところまで教えてくれるところです。人数少ないんですけど、その分チームで協力して勝てるのでそれがいいと思います。はい、日高ボーイズに入って良かったなと思うこと何かありますか？もちろん野球の技術もそうなんですけど、野球人として必要なこととかも教えてもらえてるので、いいかなと思います。はい、試合の時とかにいい雰囲気で声を出したり、声出しやすかったりするところです。はい、じゃあこれからも頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。中学校太です。はい、谷本レオです。はい、今2人は何年生ですか？中2です。中2です。2年生。はい、はい、では何個か質問したいんですけど、日高ボーイズのいいところを教えてください。先輩が優しくてコーチの指導とかがとてもいいです。はい、先輩後輩関係なくみんな仲いいです。はい、日高ボーイズに入って良かったなと思うところありますか？野球が上手くなれると思ってここ日高に入りました。コーチも先輩もみんな優しく教えてくれたんで、なんかいろんなことを知れたことです。はい、ちなみに2人翔平 TV 知ってますか？あ、はい、知ってます。なんか好きな動画とかありますか？あのコラボ動画がなんか普通の動画よりも好きっていうか、前日高来てくれたじゃないですか、あの時のなんかちょっと僕休んでたんで。休んだの？はい、俺も休んだよ。休むね。そう、日高ボーイズでちょっとバチコンホームランしてたんだけど。あ、はいはい、見ました。あの対戦のやつがちょっと今全然井上先輩来てないんですけど。来てない。はい、ありがとうございます。キャッチボール、よーし、お願いします。お願いします。よし、はい、はい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 滑るんで結構抜けます。じゃあもう暴投しないように。はい、結構触ってみてすぐ分かりました。これワッペのボールだって。ワッペでしたね。やっぱりワッペでした。ワッペさんと僕が繋がってますんで、はい、今日ちょっとワッペないんですけど。ないですね、帽子ハイゴールド。そうそう、ワッペのキャップ欲しいですね。このマークの、ワッペのマーク最高でした。オープン、シャキーン、優勝に行きます。はい、はい、すごい。なんだなんだ。オッケー。これね、軽くてね、
薄いんだけど痛くないわ。行くで。行きよスライダー。はい。オッケー、オッケー。はい。何回何回？はい。はい。はい。あと何回？あと何回？まだある。ラスト？もう一回？終わった、終わりは、ストップストップストップ。いいんじゃないですか？結構早めに終わってますよ。大丈夫かな、このコンビ。ここのコンビ一番心配だ。一番早いですか？え？一番早いですか？これ早くなきゃダメだよ。はい、チェじゃ右のもう一個奥の方が早いです。ごめんなさい。 OK、 うまい、そっちの方が無理だよ、そっちの方が無理だよ。すみません、じゃあ、ただいま、ちょっと僕びっくりしたんですけど、去年まで監督だったので、代表に。あ、そうそうそう、調べてて、出世しちゃいました。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、本日、まず、この会にお招きいただいて、すごい会にお招きいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、去年もね、会った選手とかも、なんか覚えててくれたりとか、僕も逆に覚えたりとかして、はい、すごい嬉しかったので。そうですよね。僕らも、去年、取材させていただいて、やっぱ元気だなっていうのを感じたんですけれども。はい、ありがとうございます。はい、代表の監督さんから見て、今どういうチームを作ってるのかなとかあれば、うん、今私から大塚というものに監督が変わりまして、はい、大塚監督はとにかく守備から入る監督ですね。徹底して守備の基本を学んでもらって、バッティングは日頃の平日のね、うん、バットスイングでとにかくバットが振れるように、はいはい、あとボール当てるのはね、まあ、土日に時間は少ないかもしれないですけど、実際の中で成長していってもらいたいなということで、とにかく守備を優先するチーム作りを今しています。うん、そして先輩が非常に面倒見が良くて、うん、3年が2年、2年が1年をよく面倒見てくれて、はいはい、とても礼儀正しい綺麗な球団になってきたなっていうふうに感じてます。そうですね、はい、今僕別横でグローブ紹介の動画を撮らせていただいてたんですけど、みんな一人一人2回ずつぐらいありがとうございましたって言ってくれるのでめちゃくちゃ礼儀正しいなって。挨拶もね、2回3回してくるんで、いや1回でいいからってまあでもそんだけやってくれるのはすごい気持ちいいので。あ、そうです。そういったことも学べるチームだなっていうのは、はい、新入団選手とかには伝えたいことだなって思いましたね。はい、ありがとうございます。今後、まあ、今守備のチーム
プレーを作ってるって言ったんですけども、はい、まあ、今後目標とかチームとしてもあれば、うん、あの去年はベスト8に甘んじたので、はいはい、ベスト4、ベスト4まで行けばあとはね選手の勢いで、はい、頂点も狙えるんじゃないかなと思いますので、はいはい、一つの大会で3つ勝てるチーム作りっていうのが今監督が目指していると思います、はい、なるほどです、はい、そうですね、僕もずっと埼玉住んでたので、うん、公式、中学公式やらなかったんですけども、はい、でも日高ボーイズさんって高校に入ってからなんか強いとかっていう名前を結構聞いてたので、うんうんうん、そういったところでさらにさらにもっと名前を登録させてほしいなと。そうですね、ぜひ甲子園出場を目指してね、頑張ってもらいたいですね。ですね、はい、はい。じゃあ、最後なんですけれども、今、まあ、体験会なので、はい、今後どういう、まあ、6年生に、はい、入団してほしいかとか、あとは6年生に向けたメッセージなんかを、はい、いただければなと。日高ボーイズでは、上手、それからそんなにまだうまくできないんだっていう子も含めてですね、上限15人ぐらいを目標に募集してます。グラウンドも専用グラウンドなんでね、ただ、20人もいると、一人一人の練習時間が減ってしまうので15人を目標に勧誘してますので、小学生の皆さんぜひ日高ボーイズを選んで一緒に野球楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。動けたね。めっちゃ動けてますね。だから昨日のノックとかとはえらい違い。えらい違うっす。昨日ひどかったからね。ひどかったっすかね。小さいおじさんが躍動してたんで。なんか馴染んでるよ、うん、馴染んでるし、うまいし。なんか、入部ですか？入部体験の人みたいな。あ、今なってるの。はい、今ですね、ノックやってきたんですけども、僕はね、送球を取る役をしたんですけど、送球もだしなんですけど、みんな動きが良くて、長打の微妙なところとかもしっかり取ってたし、その後の送球も力強くて、ちょっと手腫れてるかもしれないです。腫れてるかもしれないです、痛くて、はい。で、なんか、まあ、体験の子が結構いたんだけど、もう力強い子もいるし、うまくこう内野ではね、こうピッとこう投げる子もいたし、まあ、この子ピッチャー向きかなっていう子もいたし、公式ってさ、ボールがさ、こうなんか縫い目が鮮明に見えるじゃない。それもあって球の回転をこうじーっと見ながら受けてたんですけど、やっぱね、この子化けるなってこう言いました。期待してます。はい、ナイプレーでした。選手たちの元気はお父さんお母さんたちのサポートもあり成り立っておりました。翔平 TV 一度も大変世話になりました。日高ボーイズさんの詳細は動画概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。I give up while you want to go. 選んだ道間違ってて